はいどうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日もバトルファンタズムやっていきましょう。今日はですね、ここ、飛竜たち今日ですね、もう少しでおしまいです。でもすでに500点以内で行ってるので、報酬は全部もらってます。まあ、あとは種とかもらえるので、美味しいですね。はい、行きましょう。はい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 。どんな感じか、多分雷、炎、氷属性だよね。となると、雷は麻痺してくるか、雷から行くか、一番危なそうな気がする。炎はね、そうでもなさそうだけど、ちょっと待ってよ。これ、守りの霧とか、入れてったが良さそうだけど。そうね。ああ、そうね。バイキルト2人入ってるし、追い風とかしとくか。うん。ちょっと一回安全に、追い風入れときましょう。オッケー。でもまだまだ全然 HP 高そうね。ナイス。ああ、通常攻撃意外と痛い。あ、通常攻撃しかしてこない？だったら余裕だけど。オッケー。あ、倒せそう、倒せそう。とりあえず1体ずつだ、まずは。お、ナイス。1体ずつ落としていこう。うん。風切り。いいじゃない？ちょっと待って、必殺、意味ないな。オッケー、あと2発ぐらいで落とせない？無理か？まだ無理か？おお、いけた！お、余裕かも。これ。で、炎よりも氷の方がなんか危ない気はするんだよ。こっちから行きます。いいね。1体ずつ1体ずつね。今このチャージタックルが優秀すぎて、他のねキャラクターに変えようと思わないもんね。いいね。あ、もう青も倒せそう。やば！なるほど、そういうことね。そういうことか。まあ、うん、雫使っとけ。倒せるっしょ、青。よっしゃ、75%OK。いい感じに、テンション溜まってきた。いいね。いや、もう倒せそうだよ。これで休ませて、あ、いや、もう倒せるわ。うん。アンルシアの攻撃で、あ、いやいや、ここで終わった。そんなに強くなかったね。まあ、おたけびはちょっと嫌な攻撃だったけども、19点、いいんじゃない。うん、19点はなかなか早かったと思う。はい。お、いやいや、いい感じよ。悪霊の神々以外、全部、20点以内で。多分これもね、頑張れば20点以内いけそうな気するね。で、次何？あー、キラーマシーンとかそこら辺じゃない？殺戮の巨大兵器。あ、でも巨大だから、違うか。うん。でもなんかね、このワカメぐらいから難しいかなと思いきや、今のところそうでもない。おう。まあ、とりあえず、あと、3つですね。はい、頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。